エヴァン・リー・スクリブナーは、アメリカ合衆国コネチカット州リッチフィールド軍、ニューミルフォード出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ。現在は、フリーエージェント。弟のトロイ・スクリブナーもメジャーリーガー。2007年の MLB ドラフト28巡目で、アリゾナダイヤモンドバックスから指名され、6月11日に、入団。2008年7月17日に、 トニー・クラークとのトレードでサンディエゴ・パドレスへ移籍した。2010年11月、ルール5ドラフト出た球団の指名からプロテクトするため40人枠入りした。2011年4月25日にウェードルブランの穴を埋める形でメジャー昇格し、翌26日のアトランタ・ブレーブス戦でメジャーデビュー。2011年10月25日にウェーバー工事にかけられ、 オークランドアスレチックスへ移籍した。2014年は開幕ロースター入りしたが、4月7日にトリプル A 級サクラメントリバーキャッツへ降格。6月17日にドリュー・ポメランツが故障者リスト入りしたため、メジャーへ昇格したが、当番のないまま20日にトリプル A 級サクラメントへ降格した。7月24日にジム・ジョンソンがディーフとなったため、メジャーへ昇格。 開幕から6試合に登板し、1勝0敗、防御率1.69だったが、8月1日にリーフとなり、翌2日にトリプル A 級サクラメントに配属される。しかし、8月28日にメジャー復帰した。最終的には13試合に登板し、1123回を投げ、基本類だ4本、防御率4.63という成績に終わった。2015年は、 自己最多の54試合でマウンドに上り、投球回以上の脱三振を奪う活躍を見せた。しかし、基本類打の多さは改善されず、60回で14本、割合としては9回あたり、約2本の割合で被弾したことになる。2015年12月8日にトレイコクランギルトのトレードでシアトルマリナーズへ移籍した。2016年4月3日、 右後輩筋の張りのため3月25日に遡り15日間の故障者リスト入りし、5月29日に60日間の故障者リストに移行した。9月1日に復帰した。前述の故障もあって12試合の当番に止まったが、14.0イニングを5アンダム失点15奪三振という圧倒的な投球を見せ、実力派として力投した。 2017年9月5日に自由契約となった。2018年2月6日にタンパベイレーズとマイナー契約を結んでスプリングトレーニングに招待選手として参加することになったが3月7日に自由契約となった。ありがとうございます。